最初のテーマはキャバクラでの言葉遊びです。財務省の福田事務次官が辞任を申し出ましたが、おっぱい触っていいなど週刊新潮が報じた記者へのセクハラ発言を次官は否定しています。一方で財務省の調査に対し、時には女性が接待しているお店に行き、お店の女性と言葉遊びを楽しむようなことはあると語ったとされ、お店の女性であればセクハラ発言が許されると思っているのかと追及する声も上がっています。まあそうなんですよね。これなんかあの言い訳として言ったことだけど、そっちはどうなのっていう話にもそれではいいのか、うん、なっちゃってるので、ちょっとバトルで聞いてみたいと思うんですけども、いやキャバクラでもね、おっぱい触っていい、手縛っていいっていうのはセクハラだと思う人、エローンとMC サーモン、はい、それに対していやいやこんなのはいいでしょうって言葉遊びのうちでしょう、ヨフカルマとポポ。DJ コペロ Bring that beat。 おっぱい触りたいなら行けよオッパブ、権力握った汚いおっさん、縛られたいなら行けよ SM、 縛りたいならなれよ警察。言葉遊びの品が下がる、キャバ嬢たちだって尺に触る、財務省に出す大苦情、汚いゴキブリは一大苦情。マイクチェックワンツー、おっぱい触っていい、ウーロンハイとあとおっぱい触っていい、ワンセット延長でおっぱい触っていい、これが天丼言葉遊び。それぐらいのことでいちいち胸痛めるやつがそんなとこで働くべきじゃない。俺たちはエロいこと言いにそこに行ってる、真面目な話なんてしたかね。真面目な話もたまには必要、それが夜の社交場だからな。なのに毎回毎回おっぱいおっぱい、巨乳のやつならいいけど貧乳のやつにも言ってんだろ。おっぱい成人ばっかり、俺はおっぱいよりもケツ派だからな。せめてケツ触っていいにしろよ福田次官、お前はクビだ、ファイヤー。大きいおっぱいも小さいおっぱいも平等に、おっぱい素晴らしい、そこに線は引かない、おっぱい成人。何せおっぱいを吸って大きくなった男たち、おっぱいを触りたい福田が悪いのか、触りたくなるおっぱいが悪いのか、俺には判断がつかない、おっぱいの神様教えてください。俺はおっぱいの神様じゃないけどキャバクラで働くってことは、世間で働く場所がなくなってることでもある。だからそんなにいかつい目でオスの感じ出してこないで、黙ってウイスキータバコふかして話を盛り上げて、今日はこれぐらいで切ろうかって。おっぱいいっぱい僕元気、現金お金がなくても何かができるぜ、ボッキーじゃないフルボッキー、街をクールボッキー、歩いて歩いて何かがあった、そこに二つのおっぱいがあった、当たったぽよ海のように泳ごう、泳よよよよよ。なぜだろう君を見たら沖縄の米兵を今思い出した、そんな勢いで日本の女子を刈り取るお前は米軍かな。そんなことじゃなくキャバクラは音楽聴きながら疲れを癒し、酒を飲む紳士的な場所、来るなそんなノリのやつは。おっぱいいっぱい僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃおじさん、 We got the power、 ドラゴンボールなしでおっぱい二つゲット、減るもんじゃねえ、幸せが増えるぜ。怖いぞ、なんだなんだよ。ですね、どうしましょうか。うん、まあこれね、あの呂布カルマは最低だったんですけど、ポポが最高だったっていう。い大体キャバクラそんな結構けんやろ。おっぱいじゃまに来たぞ。おらへんやろ。帰ってください。まあ小学生的なノリですからね。確かにね、これね、もう聞いてた。もうね、女子2人にも申し訳ない気持ちでいっぱいになってるんですけど、一応ポポの勝ちとして。お店にしてもキャバクラっつったらみんな OK かって言うと、いやそういう子もいれば、うん、いや私はお酒一緒に飲んで楽しくしたいだけだっていう女の子もいるわけだから、それぞれに合ったこう距離感の測り方っていうのはできないのかなって。福田さんもそうなんですよ、こういう偉くなって真面目でずっと来たやつっていうのは下ネタの言い方が下手なんですよ、うん、こんなもんむちゃくちゃテンション低い感じで言ってるんですか、うん、おっぱい触っていい、ポポさんね、ポポさんみたいにね、おっぱい触っていいって言った方がまだいいでしょ。ポポさーすって言ってもいきなり行くぐらいの感じがいきなり行ったらお前ダメだから。さんとポポさんのやり取り結構面白くて、なんかその時ちょっと若干アメリカを思い出したみたいなの言ったじゃないですか。そう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 、ね、うん、アメリカってこういうセクハラとかキャバクラとかすごい嫌いなんですよね。ニューヨークにちょっとピアノバーってありますけど、基本的にキャバクラ嫌いだけど、でもあの裸でポールダンスとか結構あると、でそういう意味ではあっちの人たちはこういうなんか
陰湿なセクハラ嫌いで結構あけっぴろげにエロってやられるといいっていうところがあるのかなと。それも文化っぽいっすよ、うん、そんなもん、うん、別にそのおっぱい触っていいってどうぞ触ってっていう子には言わないけど、おっぱい触っていいっていやダメです何言ってんですか、そこまで込みで言う場合もあるじゃないですか、うん、でもそもそもやめてくださいが欲しい、うん、やめてくださいが、うん、そうですね、触っていいのが逆に言うのは面白くない、まあ待て待ていや、あのね、やめてくださいもね、すんげえ本当に何言ってんだこのクズ野郎って思いながら言ってる場合もあるわけやめてほしいです。いろんな方がいるから実際気をつけなきゃいけないですけど、なんかそのカルマさんが言ったのがちょっといろんな人によっては気付きやすい人もいるって、まあ、あのアメリカでも過敏な被害者の理論っていうのはありますよね、うん、で出したい人もいるって言いましたけれども、ただあの判例上は合理的な人間基準なので社会一般上それが許されないって感覚になれば相手が どうであってもやっぱり許されない、うん、その相手がどうであってもいいって言うじゃないですか。でも例えばこの福田さんのね、声肉声のテープでポポさんみたいにおっぱい触っていいって言ったら多分まだこんな叩かれてないと思う、うん、ちょっと今のちょっと下品な感じそんな違うよ、おっぱい触っていいって言われたらもうおっぱい触れまーすみたいな感じ助けて頭下げて結構立ってもらったけど絡みづらくなってきた